皆さんこんにちは、フォトグラファーの上田浩二です。今日はニコン Z9 のファームウェアアップデートについてご紹介したいと思います。でまずファームウェアのバージョンがバージョン 2.00 にねアップするんですが、要するにメジャーファームアップデートが行われるということですね。このファームウェアアップデートによってニコン Z9 ってそもそもすごい高性能なカメラだったんですが、さらに上にね行きます。はい、もう言ってしまえば最強のカメラに進化するんじゃないかなというのが僕が使ってみてね思った印象なんですね。で今回は静止画においても動画においてもすごく性能がねアップします。性能機能ですね、その辺をですね、まあ、たくさんね項目が実はあるんですが、その中から、まあ、いわゆるメジャーどころ、すごく便利に感じたところをご紹介したいと思います。はい、まずファームウェアバージョン 2.00 についてご紹介する前に、ファームウェアアップデートのやり方っていうのをご紹介したいと思います。実はこんなにねいいファームウェアのアップデートがあっても、一定数ねやっぱりアップデートしていない方っていうのがねおられるんですよね。実際ニコンカレッジとかでもね、あの生徒さんの中にはおられたりして、まあ、ファームウェアのアップデートがめんどくさいとか、やり方がわからないっていう方がねおられますので、簡単にやり方をねご紹介したいと思います。まずはじめにニコンのウェブサイトにねアクセスしてください。はい、そしてダウンロードセンターっていうところにねアクセスしていただくと、このようにね製品カテゴリーを選択、もしくは製品名から探す。例えば Z9 だと Z、ね、半角で9って打っていただければ Z9 っていうのがありますので、こちらで決定って押すと Z9 のねページに飛べます。はい、そこから説明書だったりファームウェア、ソフトウェアっていう風にねダウンロードできます。今回は、ファームウェアですね、こちらをクリックします。で現時点では、バージョン 2.00 がねまだ公開されてませんので、その前のねバージョン 1.11 になってますが、バージョン 2.00 が、公開されましたらこちらに出てくると思いますのでご安心ください。はい、なのでちょっと古いバージョンではあるんですが、こちらで試したいと思います。はい、ここからダウンロードページに行っていただいて、 Windows の方、 Mac の方選べるようになってます。で私今、ね、Mac 使ってますので Mac を選んで、あとは同意する、そしてダウンロードってやると、ダウンロードがね開始されます。はい、ものの数秒でねダウンロードできるかなと思います。はい、ダウンロードされたファイルは、私で言うとこちら、ダウンロードのフォルダーに、ね、ダウンロードされました。これをダブルクリックすると、ファームウェアがですね、マウントされます。こんな感じ。はい、これですね。はい、これをダブルクリックするとさらに、ファイルが、ね、出てきます。はい、こちらが Z、ね、アンダーバー9アンダーバー0111.bin って書いてありますね。これがファームウェアです。はい、なのでこれがまたバージョン 2.0 になると、ここの今0111になっているところが変わってるかなと思います。はい、こちらをじゃあどうするかっていうと、はい、こちらに XQD カードもしくは CF エクスプレスを用意します。はい、私は CF エクスプレスのプログレードデジタルの325GB のコバルトをね今入れます。はい、じゃあカードリーダーの方にねこのように刺します。はい、そして読み込まれましたらルートフォルダーっていうところに入れていきます。はい、今ね、メディアをダブルクリックしたらここがね一番最初のページが、ルートフォルダーになりますので、ここに、コピーします。はい、もうドラッグするだけでねいいです。はい、ものの数秒でねコピーは終わりますので、はい、そうしたらプログレードを外します。はい、マウントをね外します。はい、そして抜いたらですね、今度はこちらのメディアを、Z9 の方にね入れます。はい、電源は必ず切っておいてください。はい、確認します。はい、そしてスロットのお金1番に入れました。はい、ではメニューからファームウェアのねアップデートをやっていきたいと思います。
まずはメニューボタンを押していただいて、セットアップメニューですね、こちらセットアップメニューのスパナのマークに移動します。はい、そこで右ボタンを押していただいて、一番下まで行くとファームウェアの、アップデートがねできるようになります。まずはファームウェアのバージョンっていうところに行きます。はい、一番下のところですね。はい、ここで右ボタンを押します。そうすると現在のファームウェアがね出てきます。はい、私のやつはバージョン 1.11 なんですね。で、今ダウンロードしたものもバージョン 1.11 なので、これ当たってしまうんですが、まあ、あくまでもやり方だと思ってください。はい、で本来だとここに 2.00 って出るはずですので、ご安心くださいね。はい、そしてバージョンアップって押していただきます。はい、ここで OK ボタンを押します。はい、そうすると、バージョンアップ現在 1.11 から変更 1.11 に今なってますが、本来だと 1.11 から 2.00 に、なるはずなんですね。これでするってやっていただくと、バージョンアップがね自動的に始まりますので、その間電源を切らずにお待ちいただければと思います。はい、はい、ではここから本題のファームウェアアップデートのバージョン 2.00 についてご紹介をねしていきたいと思います。まずは静止画編と動画編、前半が、静止画編ということで、まず静止画に関わる設定、そして、後半が動画に関わる設定をねご紹介していきたいと思います。はい、まず静止画編で皆さんにねちょっと注目していただきたい機能というのがまず3つあります。はい、1つ目がプリキャプチャーという機能ですね。そして2つ目がカスタムワイドエリア AF、 そして3つ目が比較動合成っていうのがあります。この3つがねまずすごくおすすめのね機能になります。プラスあとは細かなね便利機能も一緒にねご紹介していきます。はい、ではまず最初にプリキャプチャーという機能なんですが、こちらの機能なんですがもう夢のような機能です。はい、フルサイズの、ミラーレスカメラとしては初めて、プリキャプチャーを搭載したのがこの Z9 ということになります。はい、これどのような、ね、機能かと言いますと、プリキャプチャーですので、皆さんがシャッターを切った瞬間、その前後を撮影できるという夢のような機能なんですね。はい、こちらのプリキャプチャーはハイスピードフレームキャプチャープラスっていう機能と組み合わせて使っていきます。なので秒間30コマもしくは秒間120コマというね、もうそもそも、たくさん撮れる設定をさらに充実させたのがこのプリキャプチャーということになります。はい、なのでこのプリキャプチャー、シャッターを全押ししてから、遡って最大1秒、遡ること1秒ですね。そしてそのシャッターをした後ですね、最大4秒間記録できるんですね。はい、なので秒間30コマの場合でもシャッターをね決定的瞬間でパッと押して、その前30コマ残ってるわけですね。でさらに、120コマだと120コマ前がね残るわけですよね。すごい便利機能です。はい、で実際に僕はまあ、野生動物とかね、そんなあとは動き物とかあんまり撮らないタイプなんですけど、ちょっと使ってみたんですがものすごくね便利。なぜもう便利かっていうと、起こったことを撮れるからなんですね。はい、なので例えば、僕がトライしてみたのが、千葉県のですね、今木更津ってところに住んでるんですけど、アクアラインのねちょっと手前ってちょっと干潟になってて、シロサギとかがね餌を捕食してるんですよ。でちょっと遠いんですけど、取れないかなと思ってね覗いてたら、シロサギが、ね、あの干潟のちょっと水のところにねバシャッと魚を捕まえる、ね、動作をしたわけですよ。その瞬間にあっと思って、もう取った時は頭突っ込んでる瞬間なんですけど、でもこのプリピキャプチャーのおかげで、ね、頭を突っ込む前から映ってるんですよね。これってすごい便利だなと思いました。はい、でさらに伊丹空港にも、ね、飛行機取りに行ったんですけど、飛行機僕が撮る時にビーコンっていった赤いランプがねパッ
パってつく瞬間がどうしても撮りたいんですね。はい、でボーイング787とかみたいに長いタイミングのね、飛行機だとまあ比較的簡単に撮れるんですけど、やっぱりね、737とかパンパンってすぐ光っちゃうようなのはなかなか撮りづらいんですけど、これもすごい簡単、光ったなと思ったらシャッターを押せば遡って必ず映ってるので、まあ要はもう感覚で撮るというよりは光ったなとか思ったらもうシャッターを押せばその前が映ってるわけですね。これがねすごく便利。そしてこのプリキャプチャー、まあ、一見すごくたくさん撮ってしまうようにね感じるかもしれないんですが、実は、撮りすぎを防止してくれる機能でもあるんですね。要はもう必要なのって一瞬ですよね。なのでプリキャプチャーはもう半押しとかエーファーはしてる間にずっと、まあ簡単に言えば記録してるわけですが、実際にメモリーカードには落ちてないんですよね。なので、もう例えば鳥が飛び立った瞬間に撮りたいなと思ったら飛び立ったっていう瞬間押せばいいだけなんですけど、連写の場合だと飛び立つかなと思って、あ飛び立ちそうだと思ったら連写始めるじゃないですか。そうするとまあ無駄なねカットが増えてしまうんですけど、起こったことに対してシャッターを切って記録するので、実はまあ枚数はさすがにすごいんですけど、かなり精度高く撮れますし、無駄なショットっていうのは減ります。で今ね最大1秒、そしてシャッターを押した後4秒って言いました。これ全部記録する必要ってなくて、細かくね設定ができます。例えばシャッターボタンを全押ししてから最大今1秒ってね言いましたが、実際のところですねどれぐらいできるかっていうと 0.3 秒、 0.5 秒、 1.0 秒から選べるようになってます。でシャッターを押した後も、1秒2秒3秒最大ってなってます。最大がまあ4秒なんですね。はい、僕はねおすすめは、やっぱりシャッターを押す1秒前って全部のけといた方が意外とよくて、その後って意外と使い道がなかったりするので1秒が撮りすぎなくていいかなと。なので前後含め2秒がねベストなんじゃないかなというふうに思ってます。はい、このプリキャプチャーものすごく便利ですので、ぜひね使ってみていただきたいなと思います。はい、そして、2つ目、カスタムワイドAFっていうのがね搭載されました。はい、まあイメージで言うとワイド L に近いんですが、その中で、使うエリアっていうのを20パターン選ぶことができます。はい、静止画の場合は20パターン、動画でも12パターン選ぶことができるんですね。はい、で C1 と C2 っていうのがありますので、そこに各1個ずつ皆さんのお好きなものを選んでいただければいいというところです。はい、実はこちらの機能はニコンの D6 に搭載されていたものをまあミラーレスにね、積んだということになります。なのでスポーツとか撮る方にはねすごく定評が良かったわけですね。なので、D6 の時は実は17パターンだったんですが、今回は20パターンまで増えてますので、すごく選べるチョイスっていうのがね上がってるかなと。で、まあ、実際にですね、AF エリアを、ね、制限できるわけなんです。すごく細くしたりとかですね、逆にちょっと厚みをつけて、認識する範囲を広めたりとかねできるんです。今回飛行機でも使ってみたんですけど、めちゃくちゃ使い勝手良かったです。横一列ほぼね画面の半分ぐらいまでを、こうスクエアにねして長方形にして、でその中をさらに被写体認識によって飛行機を認識する。でもし飛行機がいなくなってもその範囲内でしかピント合わせしないので、すごく精度が高いっていうのがまあポイントですね。はい、なので、こちらもカスタマイズできますし、これは動画でも使えるのでね、ぜひ、こちらも見ていただきたいなというふうに思います。はい、そして3つ目の大きなポイントは、比較動合成っていうのができるようになってるんですね。でこの比較動合成ってねどういうふうにやるのかっていうと、まずは、連写をまずしていただきます。はい、連写撮影できれば、三脚に乗っけた方が多分僕の感覚だと精度が高く背景も合成できるのかなというところ。はい、でこの比較動合成っていうのは、動いている被写体だけを、後から合成をします。はい、まあ、もちろんフォトショップとかでもできたものではあるんですが、
ボディ内で完結できるのですごく効率がいいんですね。比較動合成の、ね、やり方についてご紹介します。まず、再生ボタンを押して、比較動合成したい、まず画像を選んで、I ボタンを押していただきます。その中から比較動合成っていうのをね選びます。はい、そうするとこのようなね、サムネイルがバーッと見ることがねできるかと思います。はい、その中から、自分が比較動合成したいフレームを選んでいくんですね。はい、でもちろんこれタッチして選んでいけますので、タッチをして、チェックをタッチするとチェックが入ります。はい、そして被写体が重ならないように、画像を、ね、選んでいくといいです。はい、なので飛行機ぐらいであれば、秒間20コマとか連写してしまうと被写体が重なりすぎてしまうので、僕は、ね、今回秒間8コマで、ね、撮影してみました。はい、それでも多いぐらい。はい、でこれで今ねプレビューができました。はい、で重なってないですよね。じゃあこの5枚を合成しますかって出てきましたので、これで合成しますと。はい、で完了しましたってやるとすごい精度がいいです。これ拡大してももう合成したかどうかで、ね、わからないぐらい精度がね実は高いんですよね。はい、このような感じで比較動合成っていうのがね簡単に実はできるようになってますので、ちょっと被写体のね動きを1枚の写真に入れ込みたいなとか、特にスポーツで走り幅跳びをしている人を撮りたいとか、あとまあ野鳥とかでもね飛び立った瞬間をちょっと奇跡にできないかなと、まあ、背景が複雑でなければね簡単にできると思いますので、ぜひ、やってみていただければと思います。ではここからは細かなねアップデートについてね見ていきたいと思います。まずはファインダー関連で、ちょっとね注目すべき部分をね見ていきたいんですが、まずはこちらの EVF のフレームレートが 120fps にね対応しました。はい、なのでこちらの高フレームレート表示っていうのをオンにしていただければ 120fps で見ることができます。やっぱりフレームレートがね増えると、こう左右に振った時とかのちらつきっていうのがね軽減されますので、すごく見やすくなるんですね。ただし、高速連写とかの場合はフレームレートがね 60fps になってしまったりというような、ちょっとした、注意点はあるんですが、結構こう振りながら単写する方とかっていう多いと思うんですけど、そういった方にはこの 120fps の、ね、恩恵っていうのがねあるんじゃないかなと思います。はい、そしてあとはですね、こちらのファインダーの EVF の明るさが今までマイナス5までだったんですが、LO1、LO2 っていうのがね、搭載されてます。はい、まあ、星空とか撮る場合にね、それでも明るいっていう方、マイナス5でも明るすぎるよっていう方には LO1、LO2 っていうのが用意されてますので、より、輝度を、ね、下げたい方には使っていただきたいなというふうに思います。そしてあとはですね、ファインダー優先っていう機能が、搭載されています。はい、要はですね、もう一眼レフのように使いたいっていう方ですね。はい、もうファインダーがとにかく優先になりますので、ファインダーの中では、写真はもう見れなかったりはするんですが、もうとにかくパッと構えればすぐに撮影に移れるっていうようなね、すごく機動力のある、ファインダーになりますので、一眼レフと同等の使い方をしたいなという方、もっと例えば写真を再生しててもパッと構えればすぐに撮影に移れたりとかですね、すごくメリットがあると思いますので、ぜひそちらもねチェックしていただければなというふうに思います。ファインダー以外にもレンズのファンクションだったり、レンズのメモリーセットボタンがファンクションボタンと同等の機能になったりっていうようなね細かな改善点もありました。はい、特に、70-200Z シリーズの 70-200mm の F2.8S のみ今対応なんですが、レンズの、フォーカスリングを回すことで左回しと右回しで機能を変えれたりですね、あとはレンズのメモリーセットボタンをファンクションボタンと同等の機能に、ね、割り当てることができたりと、すごくより物理的に操作がしやすいように、なってます。でさらに、定評のあったですね撮影機能の呼び出しっていう機能があったと思うんですが、フ
ファンクションボタン、特にレンズファンクションとかに僕は割り当ててるんですが、あの長押しをしなきゃいけなかったんですね、使うには。なので機能を呼び出すときは長押しして撮るんですが、長押ししてるのでマニュアルフォーカスに急遽切り替えれなかったりとかっていうことがあるわけですね。そういった時のためにホールドっていうのがね、搭載されてます。まあ、それによって一度押せば機能を呼び出しでホールドされます。なのでレンズの操作ができるようになるんですね。その辺はねすごく気が利くなというふうにね感じました。であとは、ホワイトバランスも、より細かな設定ができるようになってまして、色温度設定、ケルビン温度を、ね、設定するところって今まで G と M しか調整ができなかったんですよね。そこを A、B が追加されたので、どうしても数値で合わない場合、もうちょっと暖色なんだけどなとか、もうちょっと寒色なんだけどなっていうのが、微調整できるようになってます。そしてあとはプリセットマニュアルのホワイトバランスも、より小さな範囲、約 0.5% 画面に対してすごく小さな範囲でホワイトバランスが取れるので、例えばカラーチャートとかでホワイトバランス取りたいなとかっていう方にも、すごくね便利なんじゃないかなというふうに思います。はい、次に動画についてねご紹介をしていきます。今回のバージョン 2.0 では動画性能も飛躍的に、向上プラス、性能アップねしていくわけですね。はい、でまずは3つのポイント、はい、まずはロー動画の内部収録ができるようになりました。はい、そして2つ目がオーバーサンプリング動画がさらに進化をして、メニューでまず設定ができるっていうところと、 4K の 60p までオーバーサンプリングねできるようになったんですね。はい、そして細かなところでね言うと3つ目、ウェブフォームモニターだったり赤枠表示等の、表示だったりね、細かなところがすごくね使い勝手良くなってますので、その辺を中心にご紹介をねしていこうかなと思います。ではまず最初に1つ目の、ロー動画の内部収録なんですが、まず Z9 で今回撮れるようになったローの形式は N ローというもの、そしてプロレスロー HQ 両方とも12ビットなんですね。はい、もうそれだけでもねワクワクしてる方ねおられると思うんですけど、僕はもう最高にねワクワクしてるんですね。はい、でも実際に撮ってみて、美しい映像をね撮ることができました。はい、でまず N ローに関しては 8K60p そして 4.1K120p の収録ができます。はい、そしてプロレスロー HQ は 4.1K の 60p までね可能なんですね。はい、超高性能ですよね。これだけ聞くとね声裏返っちゃいましたよ。はい、でなんと今までロー出力って Z6、Z7 の時は優勝だったんですよね。しかも内部収録ではなくて出力するだけだったんですよね。それ3万3000円だったんですけど、今回は無償である上にさらにサービスセンターとかにも持っていかなくていいんですね。もうダウンロードするだけなんです。はい、なのでもう皆さんはバージョン 2.0 が、もうダウンロード可能になってダウンロードしていただければ、もうその日からロー動画に挑戦できるわけですね。もうこれはすごいことですよね。はい、ではちょっとあまりパッと想像できないところで言うと、 N ローっていう形式って僕も初めてね触りますし、皆さんも初めてね知るんじゃないかなってところなんですが、まず N ローは、ニコンのローになります。はい、で最大サイズは 8K を超える 8.3K です。オーバー 8K の 8.3K で撮影ができます。なので 8K の DCI よりも大きな、画素数でね撮ることができるんですね。しかもフレームレートは 60p です。はい、なので今後のね 60p の世界にももう対応できますし、 4K で良ければ 4KDCI を超える 4.1K で収録できて、フレームレートは 120p で撮れるんですよ。はい、すごい世界が来たなというのが正直なところ。はい、さらに DX フォーマットで良ければ 5.4K の 60p が撮れます。はい、
そしてさらに小さな面積、撮像範囲の 2.3 倍のクロップでよければ 4K UHD の 120p のローが撮れるんですね。はい、まあちょっとでも長くね、もう望遠効果を得たいっていう方はこのクロップって今までもね使われてた方いると思うんですが、それでローが撮れるわけですからね、ぜひね活用していただきたいなと思います。でその他にね、もうここその他の画像サイズだったりフレームレートも様々な組み合わせが選べて、どれも 100p だったり 50p だったり 24p っていうのはもちろん選べるようになってますので、その辺はねぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、でもう 8.3K の 60p とかになってくると、もうメディアへの負担って結構なものなんですね。なので、プログレードデジタルの、コバルトはね絶対使った方がいいかなっていうのは僕の個人的な、ちょっと意見ですけど、あのやっぱり高速メディアで安心でね、安心に収録をねしていただきたいなというふうに思います。はい、では N ローを取ったらどうすればいいのっていうところが次だと思うんですね。プロレスローであれば、ファイナルカットとかアドビプレミアプロとかでもちろんもう対応してますのですぐに編集ができるんですが、 N ローは、どちらも対応していないんですね。じゃあどういったソフトを使えばいいかというと、ダヴィンチリソルブスタジオ17っていうのを使っていただくのがベストかなと思います。その他にも Windows だけにはなりますが、 Edius というねソフトウェアでも対応ができます。バージョンは 10.32 で一部制限ありということなので、ベストなのはやっぱり DaVinci Resolve Studio 17かなと思います。ちなみに DaVinci Resolve 使う場合もバージョン 17.46 以降で、 Mac 使ってる方はですね、ロゼッタっていうのをオンにして使っていただければ読み込ますことができます。はい、で 8K で書き出す場合はダヴィンチは有料版が必要になりますので、ちょっとご注意ください。なのでベストはダヴィンチリソルブスタジオ17がベストで、無料版がダヴィンチリソルブっていうのがありますので、まあ、そちらでもある程度の編集はできるそうなので、8K はまあ書き出さないかなという方はまあそちらでもいいかなというところですね。はい、では、まあ、どのようにね、扱えばいいのかっていうのを、まあ、今回は、ソフトウェアの紹介ではないので、まあ、こんな感じでやってるよっていうのをねご紹介したいと思います。今回 N ローのね作例を取るってね考えた時に、やっぱり 8.3K で 60p ですよね。考えた結果、これはね飛行機を取ろうとなったわけですね。それでもう伊丹空港に行って、もう間近で伊丹空港ってね見えますので、ちょっと迫力ある飛行機を 8.3K60p でね撮ればスムーズな映像と、ね、立体感のある 8K のねディテールっていうのがね見えるんじゃないかなと思ってね作成をしてまいりました。はい、まあ、撮ったのはいいんですが、じゃあ今度はね編集って 8.3K ってどうすればいいのっていうのはね結構多くの方がね思うと思うんですよね。で僕は今持ってるパソコン、こちらにある、ノート PC なんですが、MacBook Pro の M1 Max という、ね、モデルで、まあ、言ってしまえば最上位モデルの、M1 の Mac になります。はい、で10コアの CPU、32コアの、ね、GPU、 そして、メモリが64のメモリー、そしてストレージが1テラの、SSD になります。はい、なのでまあ、ノートパソコンとしてはかなりハイスペックなんですね。これで動くかどうかっていうのをねちょっとお見せしようかなと思います。まあ、編集しているということはね動いてるわけなんですが、今回ですね再生とかは、実はこのダヴィンチリソルブスタジオ17っていうのは、まあ、プロキシメディアとのリンクっていうのもね実はできるんですね。はい、なので 8.3K そのまんまだとさすがにちょっとドロップフレームしちゃってなかなか思うように実は再生ができなかったんですけど、まあ、プロキシをつなぐことで、スムーズにね、動きます。これ見てください。はい、なので何ら不便なく、カットを、ね、選んだりすることが、ね、できます。もう N ローだけ入れてしまうと意外と相当なスペックじゃないと結構辛いかなっていうのが正直なところですね。はい、
どのようにねリンクするかっていうと、まあ素材選んでいただいて、こちらのプロキシメディアをリンクっていうところで、リンク先を指定してあげればいいんですね。なのでまあ同じファイフォルダーに入れてもいいです。プロキシのフォルダー作って入れといてリンクしてもいいと思いますので、まあ、プロキシがもう同時記録されますので、もうその辺はすごく楽にねワークフローが行えるんじゃないかなと思います。はい。そしていろいろこうね編集をしてみたんですけど、まあ、この編集したものをですね再生するときどうしてもまたドロップフレームしてしまうんですが、まあ、このダヴィンチリソルブってよくできているソフトウェアで、こちらで、右クリックしてあげると、最適化メディアを生成っていうところがあるんですね。なのでこれを一回押してあげると最適なかなメディアがね最適化されるので、スムーズに、映像を見ることができます。はい。なのでこういうふうにね再生してみても、はい、何ら問題なくね再生することがねできます。はい、こんな感じ。なのでこの最適化メディアっていうのがついてるおかげで、まあ、何ら問題なくね、編集ができるという形になってますね。はい。であとはですね、まあ、グレーディングに関しては今回クリップをですね N ローから、N ログに一回変換をしてます。はい。なのでこちら見ていただくと、こちらでねクリップっていうのを選んでいただくといろんなね設定が触れるようになります。で、ホワイトバランスはアズショットっていうのは、まあ、撮った時の状態ですよ。でカラースペースを、僕は2020にしました。はい。そしてガンマを、N ログにしてます。はい。で N ログにすると、まあ、ラットとか当てなきゃいけないんですが、こちらでニコン純正の、Z9 のルックアップテーブルを、当ててます。はい。すごい相性良くてすごくクリアで、こういった鉄々しいものはねすごく綺麗にね出たなというふうに思います。であとはですね、グレーディングも、こちらのニコンローの画面からも細かくやることもできます。例えば、カラーテンプや、ホワイトバランスをね例えば 6000K にしたいですっていうのもパッと、あ、ごめんなさい、今ノードを選んだ、これで 6000K にしたりとかですね、あとはまあこれを 5200K に戻したいとかもねできます。はい。そして、露出っていうのもね簡単に変えれますね。はい。結構伸びしろがあります。はい。なのでちょっと僕はね明るめに撮っといたんですけど、かなりシャドウもハイライトもね調整幅はあるかなと。まあどうしてもやっぱり、ハイライトの方がね抑えやすいかなっていうのはあります。はい。そしてもちろんこういったねカーブを使うと、まあ静止画とかやってる方はカーブ使いやすいかなと思います。であとは、こういったカラーホイール使って細かくねグレーディングしていくこともできますし、比較的もう自由にですね調整ができるかなっていうのが今回使ってみたところです。で、何ら結構ストレスなくね、編集はできましたので、ノートパソコンでも 8.3K でねいけるんじゃないかなっていうのが僕のちょっとやってみた感想になります。はい。そしてですねその他にも、まあ、画素混合のないオーバーサンプリングっていうのがね、まあ、2つ目に上がるんですが、まあ、オーバーサンプリングっていうのは、まあ、画素混合のないっていう意味になります。要は、一般的には、大きな、まあ、高解像度のセンサーで撮って、4画素1混合とかにして、まあ、映像を作っていくんですけど、その場合だと偽色だったりとか、ね、色がちゃんと出なかったりっていうのがあるんですが、ちゃんと、画素混合なしで表現ができます。で今まで 4K の 30p まで対応してたんですが、今回は 4K60p、4K50p でもオーバーサンプリングが選べるようになりました。でなかなか 30p の時は 4K30p にすればオーバーサンプリングされるっていう概念はあったんですけど、今回はもうオーバーサンプリングっていう項目がねメニューにできてますので、それをオンにしていただくことで 4K60p、4K50p を選ぶときにオーバーサンプリングでね収録をしてくれます。でまあ
デメリットっていうのはほぼないんですが、まあ、言ってしまえば、まあ、電池の消費量は少し上がるかなっていうぐらいかなというところですね。はい。そして、その他にね、細かな役立つ改善点ということで、まずはアイメニューを押した時に動画情報の表示っていうのがねできるようになりました。はい。どん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 やっぱり、機能がねアップして、さまざまな項目を一気に見る必要が出てきました。まあ、そこにおいて動画情報の表示っていうのを表示することで、あ、今こういう設定になってるのねっていうのが分かります。ただ一点、まあ、正直なところ言うと動画情報からメニューに飛べると良かったんですけど、それも確認だけになります、今回は。なので、まあ、もしね次のファームウェアのアップデートがあるんだら、もうそこから設定をね変えれるようになればねベストかなというふうに思いました。そして動画撮影中の赤枠表示もこれは、まあ、出た時からねファームアップに入るよっては言われてましたが、もう搭載されてやっぱり安心ですね。赤枠が出ることでちゃんと撮れてるの一目で分かりますので、レックの小さな丸だとね見逃す時があるので、あのこれによって、まあ、逆レックとかですね、そういったのを防ぐことがね、まあ、できるかなと思います。であとはやっぱり今回ローも積んできてますし、N ログとかねでも撮る方多いと思いますので、ウェブフォームがね追加されました。今までは RGB ヒストグラムだったんですが、今回はウェブフォームモニターになってまあ、より細かくね どこの露出がどうなってるかっていうのが、視覚的に判断しやすくなってますので、その辺もすごくね便利だなというふうに思います。はい。で地味にね実は便利だったのが、実はこの ISO の感度が6分の1ステップになるっていう、まあ、ほんと小さなことだと思うんですが、ちょっと明るくしたい、ちょっと暗くしたいっていうのが映像はあるんですね。そこで6分の1ステップになると、例えば ISO90 とか ISO110 とかが選べるようになりますので、本当に細かく設定ができます。もうそういうのって可変 ND でやってたんですけど、どうしても全ての設定をそのままにしたいって時があったんですね。そういった時に、6分の1ステップのこの ISO でちょっとだけ調整して、調整することによってすごくねあの思い通りの明るさで撮れたので、その辺はねすごく実は便利だと感じました。であとはですね、自動にまあ電源オフの設定っていうのが、追加されて、そこの温度設定がね標準と高いっていうのがね用意されました。でどちらもすぐに電源が落ちるものではないんですが、カウントダウンが始まる、タイミングが早くなります。もうとりあえず目いっぱい粘ってくれっていう方は高いにしていただくといいんですが、どうしても熱が上がっていきますので、ノイズが乗ったりとかですね、あのカメラが高温になるっていうデメリットありますが、まあ、できるだけ初期の段階で教えてほしいという方は標準にしておくといいかと思います。はい。いずれにせよね、いきなりバチンとね電源が落ちたりっていうことはないので、その辺はすごくね安心かなというふうに思います。はい。というようにですね、ちょっと駆け足になりましたが、今回のファームアップデートバージョン 2.0、相当ねメジャーファームアップデートですよね。これねもうほんとワクワクするようなね機能、例えば静止画で言えば、プリキャプチャーだったりですね、動画で言えばやっぱりロー動画がねすごく、進化してますよね。進化というかもう次元の違う世界にねなってますよね。まあ、ぜひねもう Z9 お持ちの方はこちらのバージョン 2.00、すぐにねファームウェアアップデートしていただきたいですし、まだちょっと Z9 手に届いてないよって方はねちょっと期待しておいていただきたいですし、ちょっと Z9 悩んでたんだよなっていう方はね、もうこれを機にねぜひ、相当得なカメラにね育ってると思います。はい。もう 8.3K60p のローが撮れるとかで、もうなんかもうシネマカメラの域じゃないですか、ね、やっぱりその辺がですね今回このメジャーファームアップデート、しかも無料っていうところがね僕はすごくね嬉しかったですね。はい。僕もですねファームアップ始まったらですね、愛用している3台ねすぐにアップデートして、機能をねバリバリとね使いたいと思います。はい。では、これでですね今回の、ファームウェアアップデートバージョン 2.00 の、簡単なご紹介を終わりたいと思います。これからもですねまた細かな機能にフィーチャーしながらですね、作品をね撮っていきたいと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。
ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。